MLB ブレーブス10-1ドジャース日本時間15日ジョージア州トゥルイストパークドジャースの大谷翔平30ラテ基地でのブレーブス戦に1番 DH で出場し2打数無安打1四球で打率は2897回途中交代となり2試合連続無安打に終わった打点大争いで104打点でトップだった大谷だがブルワーズの W アダメス 29がダイヤモンドバックス戦で2回に満塁ホームラン、4回に2打席連続のソロホームランを放ち、5打点を挙げて、打点を107まで伸ばし、現在、大谷との差を3打点に広げてトップに立った。前日14日は2試合ぶりのノーヒットに終わった大谷、ブレイブスの先発は今季最ヤング賞最有力候補の一人、左腕の C。セール、35、今季は勝利数。 16勝、防御率、2.38、と、投手2冠、奪三振は213個、2個の差で2位、投手3冠、も見えてきている投手。8度のシーズン200脱三振、2015年、2017年には脱三振王を獲得しているメジャー屈指の、ドクター・ K 大谷はメジャー2年目の2019年に一度対戦し、3打数1安打、5年ぶりの対戦となった。 今季166回3分の2を投げてわずか8本しかホームランを打たれていない投手相手に1回の第1打席。1球目、内角高め158キロのストレートに豪快な空振り。その後はセールの得意球のスライダーをしっかり見ていき、死球で出塁。先頭打者の仕事をこなしたが2番、M。ベッツ、31、が1球目を打って、ショートゴロ併殺だ。チャンスを潰してしまった。 3回、1死2塁で迎えた第2打席、1球目、内角低めのスライダーでストライクを奪われると、カウント1月2日から外角低め158キロのストレートに手が出ず、見逃し三振に倒れた。1対4とリードされた5回、2死1塁での第3打席、カウント1、2と追い込まれると、内角低めにチェンジアップ。大家の打席では初めて投げた変化球をファールでカットした。そして、 ロッタ豆、外角低めに逃げていくスライダーをアジャストできず、ボテボテのピッチャーごろ、自分のバッティングをさせてもらえなかった。チームは先発、J、フラハティ、28、が今季最短の3回4失点、自責点4、で降板、1対10と大差がついた7回には内野手の M。ロハス、35、が登板、野手の登板となり DH を解除。 大谷は途中交代となった大谷は2打数無安打1四球で打率は2 8 9。2試合連続無安打に終わった。